すげえ、何か高級料理店とかで出てきそうな料理だな。本当ね、姉さん、こんなにすごい料理作れたんだ。普通、私にかかればこれくらいの料理、朝飯前よ。だったら、今まで作った数々の下手物は何だったんだ。完璧でないところが私の魅力ってこと？物はいいようだな。でも、これもちょっと失敗してるところがあるみたいね。ほら、この箸見てよ。わー、箸、本当だ。めちゃくちゃ長くて使いづらそうだな。うん、それでいいの。だってこれ、カップル向け料理だし。またそうやって客クズを限定する料理を。一人で食べたいと思ってる人間にとっては最悪な料理だよな。じゃあメニューにはカップル限定、お一人様お断りって書いとくわ。それもかなりひどいと思うぞ。こんなにうまそうなのに力プル以外は食えないってのはもったいねえだろ。あら、デルタの好きな料理この中にあるの？うん、その肉片子が微味そうかなって。じゃあ、私が食べさせてあげるね。な、姉さん、どうかしたの？どうかしたの何も、あのキャッスが簡単に食べさせてあげるとか言うなんて。だって、そういう料理なんですよ。それに、こんなに長い箸じや一陣じや食べられないし。なあ、早くしてくれよ。冷める前に食いてえんだ。はいはい、それじゃ。あ、アイチンして。アイチン。どう、おいしい。ああ、すっげえうまいよ。そうなんだ。よろく、大地、ストップ、ストイチップ。キヤ、な、何よ。いきなり大きな声出して。何じゃない。私の店でイチャつくのは禁止だよ。禁止。でも、食べさせてあげないといけない料理って言ったじゃない。だからって、アイチンとかやる必要ないじゃん。はい、どうぞ。で、十分ですしよ。もう、自分勝手なことばっかり言って、デルタも何か言ってあげ。で、デルタ、目を開けて。ハツ、あれ、俺、どうして。うわぁ、今の、私の見間違いかな。何か、天使がデルタの体の中から、透明のデルタを掴んで飛んでいこうとしてるのが見えた気がしたんだけど。私も見たから慌てたのよ。ってか、どうして天使が出るかを。やっぱり、天国で出されそうな料理をイメージして作ったのがまずかったのかしら。ないちんか、天国で出されそうなメニューっていうとこんな感じかな、と思って考えて作ったのが、この料理だったの。イメージして作った料理で、本当に天使を呼び出ししちゃったのはどういうこと？きっと、イメージと本当に出される料理が同じだったから、間違ってきちゃったとか？
まあ、天国全席って名前にしようかと思ったけど、天使が来るのが分かったから、天使の食卓に名前変更だね。天使を追い払う意味でも、二人で食べないと危険な料理ね。頼むから安心して食える料理を作ってくれよ。は文句なしにうまいのに。